Hello YouTube。 どうも皆さんこんばんは、こんにゃっぴー、ソロです。本日はですね、新しく2022年になってステラが発売されるということで、俺ステラ買うよみたいな話をするんですけど、そういう話をしたらやっぱりよく聞かれるのは、どのサイズ買うんですか、いわゆる版ってね、スピニングリールのどの版で買うんですかとか、あとちょいちょいコメントとかでもスピニングリールのサイズ感についてどうなんですかみたいな話が来るんで、今回動画ネタもないということで、スピニングリールのサイズ感に関してまあ個人的な解釈も出てお話ししていこうかなと思うんですけども、まあせっかくなんで今回ステラのねあれを使ってお話ししていきましょう。まあ分かりやすいことにここにねすごいいろいろサイズ感だったりとか書いてくれてるんで、このサイト、このページはね、なんでこれを使って話していこうかなと思うんですけれども、まあ今回はあくまでもシマロのステラを使ってお話ししていきますけど、これダイワだったりアブだったりになってくるとまたちょっと話が変わってくるかもしれない。同じ例えば2500番つっても、ダイワの2500番っていうのはシマロのようになんかでかいとかちっちゃいとかあるかもしれない、しかもね分かんないけど、しステラの2500番とツインパワーの2500番とまた違うかもしれないっていうのがあるんで、まああくまで目安として考えていただければいいかなと思います。もしくはそれ欲しいメーカーの欲しいリールに対してそれぞれちょっとその誤差があるんであれば、その誤差も考慮しながら見ていただければいいかなと思うんですけど、今回は2022年のステラでお話ししていこうと思います。でいわゆるスピニングリールのサイズっていうのは、この表でいうところのこの一番左側のシナ版というところでありますね。1000、2000、2000、まあ、数字4桁の数字がここにございます。1000、2000、2500とかね、4000とかあるわけでございますけれども、まあ大体バスで使うところっていうのはこの2500なんですよ。加減で言うと、まあ個人的には C2000、 1000まで落とすことはほぼないです。 C2000 まで、まあ、いわゆる C2000 クラスかな、 C2000 クラスまで落とすことはあるけど、ここが加減で、こっから行ってここが中間のところで、逆に上の方で言うと4000XG とかかな。一応ここまではある。でもここもちょっと極端かな。5000はまずないね。だから4000が上限、 C2000 が下限で、まあ実用範囲で言ったら C2500 から C3000 この範囲かな。だから C2000 とか4000はちょっと特殊っていう感じです。ざっくりとした話し方をすると、で、まあ、いわゆる2500番が中間どころだよって言われるサイズ感、バスで一番使われるよって言われるサイズ感なんですけど、世間一般で言えば、まあ、個人的にはここじゃなくてここなんですよね。 C2500 は僕の中でバスでね、あくまでバスで使うにはここが中間どころじゃないのかなって思ってる人なんで、よく言われる2500番が中間どころだよっていうのは2世代ぐらい前の話なんじゃないかなと思っております。もう今だったらやっぱ C2500 が真ん中かな。スピニングでどういう釣りをするのかっていうのにもよるんでね、何とも言えませんけど。でこのリールのサイズ感が違うことによって何が変わってくるのかって言ったら、当然合うタックルが変わってくるということですよ。まあベイトリールだって一緒でしょ。例えばスティーズがありますよ。スティーズのエアーはあくまでもベイトフィネス、ね、よりちっちゃくより軽いスティーズエアーなんですけど、当然それに合うタックルっていうのはライトクラスのベイトフィネスロッドだったりするし、釣り方もベイトフィネスになってくる。逆にスティーズ A とかになってくると、それなりにしっかりとした竿、まあ、MH とか H とかのね、竿の方が当然合いますよねって、ね、ライム16とかね、14、16、20ポンド使って重たいものバーンって投げるっていう使い方いいよねって話になってくるじゃないですか。それと同じです。ちっちゃいリールになるほど繊細なタックルに合わせる、繊細な釣りに合わせることができるし、でっかい番手になるほど強い釣りに合うっていうことですね。まあもう単純に言えばそういう感じで、 C2500 ぐらいが、まあ、バスで言うとど真ん中だよっていうのは前提として、バスフィッシングでスピニングリールを使う時っていうのはあくまでも僕の感じだけど、ラインの太さって、例えばフロロだったら4から5ポンド、ロッドだったら UL パワー、 L パワー、まあ言っても L プラスっていう、まあ、それぐらいでライトリグ、あえて広い範囲の意味のライトリグっていうけど、ライトリグを使うことがバスでは多いスピニングの使い方じゃないかなっていうのがあって、じゃあそうなったら C2500 っていうのが真ん中に来るんじゃないのってのが俺の考え。逆に2500ってなると、もうちょっと太い5とか6ポンドライン使って、もうちょい重たい、例えばね、芋の60の脳進化とか、ライトリグってライトリグなんだけどちょっと重くない、でもそんなしっかりライトじゃないよねっていう、で竿も ML ぐらいでっていうのも入ってくるんで、 2500 でもいいかなっていう、そんな感じでございます。逆にこの C2000 ってこのレベルまでなってくると、ラインが3ポンド4ポンドっていう細いラインで UL の差を、もしくはそれ以下 SUL
の竿になってくるんじゃないかな、使うのっていう意味で特殊です。 SUN の竿で2ポンドライン3ポンドラインなんか使う釣りっていうのは一部あるけど、一部です。決してメジャーどころじゃない。みんながみんな必要かと言われたら別に必要じゃないよねっていう意味での特殊。ただそういう釣りをするんであれば森林線はあれじゃないっていう、そういう感じでございますね。逆に例えば G3000、2500よりちょっと強めに、あ、デカめかな、デカ、うん、まあデカめって言ったら語弊があるんだが、まあデカめとしよう、デカめになったらもうちょっと強い釣り、 ML の竿でパワーフィネスでとかになってくる。4000番までなってくる。これパワースピンとかのレベルだよね。パワーフィネスってあくまでもパワースピンの中の釣りの中にある一つのスタイルなんだけど、パワースピンの中では結構フィネス寄りなんですよね。パワーフィネスっていうのはやっぱフィネスですから、だからちょっと C3000 番ぐらいの方がいいんですけど、パワースピンの中にはめっちゃ強い、もうベイトタックルより強いみたいなスピニングをやる場合もあるんですよ。その場合は4000番使ったりとかも確かにするね。でもそれもやっぱり特殊でしょ。そんなベイトより強いスピニングってバスでどこで使うねんって話じゃん。それがちゃんときちんと、あ、いやいやここで使うんだよっていうのがある人は4000番使ったりはするみたいな感じでございます。今のはあくまでざっくりといった話でございますね。じゃあそのリールのサイズ感がちっちゃくなるといいところ何かっていったら繊細な釣りがしやすいっていうところなんですけど、それは当然あのここのこの辺とかあるんだけど、スプールのサイズが違ったりローターのサイズが小さくなったりボディのサイズが小さくなる、そう小さくなるんですよね。当然あらゆるところが小さくなるかどうなるか軽くなるんです。スピニングリールってあの構造上の話で、重さの影響っていうのがベイトタックルよりも強く出ます。なんでいわゆる軽さは正義と言われる部分はそこなんですね。重いスピニングリールがロッドに乗っかってるとその重さに振られやすいっていうのがあって、軽ければ軽い方がいいっていう派閥もいる。それは当然ステラと例えばバンキッシュみたいに形状側に寄ったスピニングリールを好むっていうのもそうだし、サイズもちっちゃい方がいいっていう、物理的に小さくして軽くするっていうスタイルの人もいる。だから軽、ちっちゃければちっちゃいほど軽いし、軽ければ軽いほどリールに振られて操作性が落ちたりとか感度が落ちたりとかもしないっていう意味で、繊細なタックルでちっちゃいバーンテを使うことがあります。ただその欠点は何かって言われたら、リールのサイズがちっちゃくなるんでスプールのサイズもちっちゃくなります。スプールのサイズが小さくなるということはライントラブルが増えるということです。なぜかって言ったら、まあこれベイトも一緒なんだけど、スプールの径がちっちゃい方が例えば糸癖がつきやすいとかボワってなりやすい、同じ太さの糸を使った場合ね、同じ太さの糸を使った場合でかいスプールだったらボワってなんないけど、ちっちゃいスプールで小口径で巻いてるから一気にドバッと出やすいとかね、そういうのがあってライントラブルがやや増えるし、あとボディのサイズがちっちゃいイコールギアのサイズもちっちゃいイコール巻く力が弱いという部分があったりします。これ巻く力が弱いんで、まあ、スピニングリール自体が巻く力が弱いんだけど、もっと弱い、ちっちゃくするとね、バンテを。そうなると魚がかかった時に負けない、まあ、ドラグ使ってグイ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 ってやるんであれば別にそんなゴリ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 巻く必要はないんだけど、回収の時とかに遅い、あのペッてなんかちょ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 よし次クルクルクルってこうピックアップする時にリールのサイズ感がちっちゃいと負けないと、負けないっていうのはその早く負けないとか綺麗にずっとグーって巻き取れないとかね、ギュ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 みたいな感じになりやすいとか、そういうのがあったりして、ちっちゃい、あんまりちっちゃいの好まない人がいる。で、僕があんまりちっちゃいスピニングリール好きじゃないなって言ってるのはここ、あの回収の時とか巻く時に巻きづらさが出てきちゃうんで、C2000 とかになってしまうとね。だからあくまでも C2500、 ちょっと本当に軽さだけを求めるんだら C2000 でもいいんですよ正直。あのバスの UL の竿とかだったらね、巻きやすさも考慮して、でもあんまりでか普通の2500番だと重いしとかで C2500 かなっていうのが個人的な好みです。で、まあ、C2500 ってのはコンパクトボディになるのかな。まあ、これもまたね、ものによったりするんだけど、スプールがね、ちっちゃいで、ボディがそのままか、ボディがちっちゃくて、スプールそのままかっていうので、ちょっと違ったりするんですよ。それは番手によって、あの番手っていうか、そのブランドによって違うんですよね。で、今回の22年ステラは C2500 っていうのは、ローターサイズっていう場所を見ればわかるけど、これ C2500 なんですよね。だからサイズは一緒なんだけど、ボディサイズが1000番台ということで、だいぶちっちゃくなってます。なんで、まあそこでなんか、なんでだよって言ってる人はいた。だからボディサイズがちっちゃくなると軽くはなるんですけど、ギアもちっちゃくなっちゃって、巻きづらいんじゃないのっていう話がね、どこまでも出てきてるんで。なんでそこがどうなるのかなという感じはしなくもないけど、まあ22年ステラはその巻く力が強くなってるから、ちょっとちっちゃくしても、その辺のマイナス面が少ないのかなとかね。
そういうのは考えられますが、わかりません。ここローターサイズっていうところが、ローターってあのぐるぐる回るとこね、ローターのサイズっていうのが、シナバン C2500 と C2000 は共通して C2500 番サイズだよっていうのがこう書いてあるよね。ボディサイズも共通して、1000番台だよと。じゃあ C2500 と C2000 の違いは何かって言われたら、スプールのサイズだよね。スプールのサイズが C2000 の方がちっちゃい。 C2000 と C2500 の差があんまないね。あんまね、いや分かるけど、重さもあんま変わんないでしょ。 5g しか変わんないから。逆に C2500 と2500の差が結構でかい。重さが 30g 違って、ボディがね、2500番と1000番でだいぶ違う。ローターのサイズはまあ2500と C2500 が大差ないんだけど、素材が違うね。 C2500 はマグネシウムローターになってるけど、2500以上はアルミニウムだよねアルミのローターになってる。だからより強くなってる。でも重くなってるよね、その代わりっていう形になってるし、スプールのサイズもだいぶサイズが違う。だから結構これ大きな差があるね、 C2500 と2500。ちょっとこれさ、ありすぎじゃねえっていう感じはするんですけど。で、2500と C3000 も結構違う。でもまあ結構違う、全然違わねえなまあ見て分かりゃ分かると思うんですけど、スプールのサイズは一緒、ローターのサイズも一緒、素材も一緒、ボディのサイズも一緒で、重さは 15g ちょっと上がってるだけ。あれ、じゃあどこでって言って、一番ここ違うところって何か、ドラッグ力見てください。実用ドラッグ力、2500番はまあ最大ドラッグ力だけで言ったら 4kg なんですけど、 C3000 だと 9kg になると。こんなに差があるんです。倍以上。なんでって言われたら、これじゃワッシャーの違いだと思うんですよね。この2500万と C3000 万の差っていうのは結構ね、ワッシャーが違うってことが多いです。まあ、あとスプールの糸巻き量も多分違うはず。違わんかった。ごめん。違わんかったけど、ワッシャーの数だったりとか、そういうのが変わってくるんで、あ、まあ、ここ15g 違ってるのはダブルハンドルだからか。ダブルハンドルだからなんで、C3000 のシングルハンドルだったら、210g しかない。だから 5g しか変わってないでしょ。だから2500番と C3000 番って差があんまないんですよ。あんのはドラグ。ドラグの強さがまるで違う。っていう意味で C3000 番を選ぶっていうのはあり。だから僕がパワーフィネスやるときに、今でこそ2500番のを使ってるけど、買い替えるなら C3000 番絶対使うって言ってる。それなんでかって言ったらドラグ。重さ大差ないんだから、ドラグ強い方がいいじゃんって。で、結局パワーフィネスってドラグガッチガチに締めるんだけど、1500番のリールでガッチガチにやっちゃうと二度と使えなくなっちゃうんで、ドラグが。あ、多分ひん曲がるんかな、わからんけど。でガッチガチにやってもなお滑り出すから、滑り出さないようにさらにガッチガチにやったらもうリールがひん曲がる。ひん曲がってるのかスプールがひん曲がってるのかわかんないけど、全然ドラグが二度と使えなくなっちゃうんで。で、逆に C3000 だったら多分普通にギギギって締めていけばちょうどいい強さになるんじゃないかなっていう感じがあるんでね。まあそれぐらい差があるんで、ドラグには。だからパワーフィネスとかだったら今 C3000 番使うかなとかいう感じにはなってますね。まあそういう違いがありますね。だから C2500 番と C2500 番のところにちょうどいいのがないんだよなちょうどいいのがないんだけど、まあまあいいでしょう。ここに大きな差がありますね。そんな感じで選んでいただければ良いのではないでしょうか、ということです。まあボディのサイズがちっちゃく、まあローターのサイズっていうのは、まあこれなんかサイズが変わったらあんのかね。まあでもちっちゃい方が軽いよねっていう話だわ。まあな、マグネシウムとアルミニウム。まあローターもね、やっぱり材質だったりとかで曲がりやすい。一番その負荷がかかった時に負担がかかるのってローターなんですよね。あそこでラインがこうクッてクロスして、でグーってこうクロスした状態のところで引っ張られるから、あそこひん曲がりやすいんですよ。なんで強い負荷がかかるところっていうのはでかくして、素材も硬くしてっていうのをね、やってんのかもね。3000番とかでも1500でしょ。あ、でも4000番と C5000 って変わんねえね、サイズ重さともに。違うのはこのハンドルだけだわ。だったら C5000番買うわね、まあ4000番のリールっていうのをバスで使うことってほぼないんだけど、まあ買うならね、これだね、間違いなくじゃあ4000番いらねえな、正直。このシャロースプールかな、まあメディアムスプールでノーマルギアとかのが欲しいなら4000番になるかなって感じだけど、 4000XG 買うならこれ C5000XG 買うね、マジで。ああ、じゃあスプールの量が違うのかな。あ、違うね。ちょっと C5000 の方が糸巻き量は多いって感じだ。これノブがいいよ。ラウンドのノブの方が持ちやすいよ。これね、こう、よくこの3000番以上にあるさ、このノブわかる？これいわゆる T 字、T 型ノブって言うんだけど、
俺これ大嫌いなんだけどこれなんでこれ未だにメーカーが採用してんのか分かんないぐらい使いづらくない？いやまあ俺だけかな、めちゃくちゃ使いづらいんだよな、やめてくれって思ってるんだけど。だから俺 C3000 番あたりはあんまり欲しがらないんだけど、まあダブルハンドルがあるからダブルハンドル買おうかな。 C3000XJ なんかね、いいかもしんないが、これがついてるから俺も買いたくないもんね、最悪だわみたいな。まあこの辺は俺の好みの話ですねっていう感じかな。うん、まあスピニングリールのサイズ感多少好みは前後するにせよ、まあそんな感じでございます。まあ、C2500 があれば僕の中では OK かななんて思ってます。やっぱ2500ってやっぱバスに使うにはちょっと強めだよね。強めなのにドラグ弱いんだよな。ドラグが C2500 と変わんないんでしょ、ほら変わんないでしょ、あんまり。ちょっと強くなってるけど、ちょっとしか強くない。でもボディは結構ちっちゃくなって、重さもだいぶ軽くなってってなってるからね。これ2500万がど真ん中っていう考え方がよくわからんね、あんかな、なんかもうちょっとあるんじゃないかな。でボディもうちょっと下げていいんじゃないのって思うけどね。ボディもうちょっと ちっちゃくしてすればいいのではないかな。なんかど真ん中って言われたところ C あの2500番が一番中途半端な気がします。はい、そんな感じでございました。お疲れ様です。